はい、ありがとうございます。先ほどまでは時田さんの国際協力に興味を持ったきっかけから JICA 海外協力隊に参画する前何してたかみたいなお話いただいたんですけど、ちょっとここからは JICA 海外協力隊で何してたのかみたいなところのお話をさせてもらおうかなって思ってます。実際なんですけど、はい、ワーホリ行きました、はい、もう英語の経験も滞在経験も積みましたと、うん、ようやく JICA 海外協力隊に参加できるようになったわけですよね、うん、そうですね。そうなった時にもうすぐに応募しようと思ったんですか？帰国してすぐですね。すぐといっても私帰国したのが11月とかだったんですよ、はい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 、なので春募集が始まる4月とかだったので、うんうんうん、まあ、若干期間置いてから応募した形にはなりましたけどね。なるほど、はい。まあ、JICA 海外協力隊は年に2回応募があるんですよね。す春募集と秋募集、 そ、 で、はい、その中の春募集を受けられたと思いますね。す、はい、ありがとうございます。実際応募しようってなったじゃないですか、うん、その時ってどの国を選択されたかっていうところと、はい、どの職種を選ばれたかっていうところをお聞きしたいんですけど、はいはいはい、アフリカっていうのは決まってたんですけど、うんうん、国って言われるとどの国なのかなって迷ってて、うんうん、先に職種を決めていて PC インストラクターっていう職種が私にでも可能かなと思って、うんうん、確率が高そうだったのでその職種にしてました、うんうん、でその職種の中で現在募集がある国っていうのがいくつかあったので、うん、その中のアフリカの国で選んでいくと、うんうん、私が希望したのはガーナとか、はい、モザンビークとか、はい、まあ、聞いたことあるようなアフリカの国を希望して出したんですけども、うんうん、ちなみに PC インストラクターって職種としてあると思うんですけど、うんうん、はいはい、どういうことをされるところなんですか？基本的にですね PC インストラクターっていう職種は学校に配属されて、はい、でそこで学校の生徒たちに対してコンピューターの授業をする、はい、パソコンの先生みたいなのが多いですね。そういうことなんですね、はい、じゃあ実際面接とかってどんなこと聞かれたんですか？志望動機とか、はい、今まで何してきたとか、はい、人物面接と技術面接って2つあったんですけども、人物面接が今言ったような志望動機とかそういう内容で、うんうん、技術面接っていうのが、うん、現地にあなたが入ったとして何をどういうふうにしますかみたいな、自分の経験をどのように生かしますかみたいな話があって、うん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 、で私は IT の会社でいろいろ開発のこういう経験がありましてとか、うんうん、Excel とか PowerPoint とかそういうのは教えることができますとか、うんうん、で実際に学校でもそういうのを教えることができますっていうような、うんうん、そういうような話をしたと思いますね。なるほど、うん、まあ、確かに大学卒業してから IT のインストラクターみたいな形で前職ではされてらっしゃったんで、うん、スキルとかは活用できるみたいなことは言えそうですよね、うん、そうです、はい、ありがとうございます、うん、実際行った国はどこなんですか？実際行った国がザンビアっていうね、ザンビアはアフリカですか？アフリカです。あ、そうなんですね。じゃあ自分が選んでない国に行かれたわけですね、はい、ザンビアって国知ってました、はい、全然知らないですじゃあ実際全く知らないザンビアっていう国に行くわけですよね、はい、それが初アフリカですよね。初アフもちろん、はい、そこでどういうことをされてたんですか？学校に私は配属されたわけですね、うんうん、その学校っていうのが専門学校兼予備校みたいな位置づけの学校なんですよね。当初は専門学校の方のコンピューター科みたいな、でそこでコンピューターの授業するみたいな。あ、そうなんですね。それともう一方の高校生の方でも、うん、IT 系のコンピューターの科目っていうのが一応増えてて、はい、それがただ必須ではなくて選択なんですよ、うん、なので選択した子どもたちに対しては授業するみたいな形で、うんうん、一応その2本立てでしたね。なるほど、はい、そうなんですね。ちなみに専門学校は、うん、IT だけをやってるところじゃないんですよね？じゃないです。結構いろいろあって、はい、家庭科とか、じゃあそういう中のコンピューター科のところで先生として入られたってことですね、はい、具体的に教える内容はどんなことを教えるんですか？高校生ぐらいの子たちにはカリキュラムがあるんですよ、うん、授業指導要領みたいなのが指標があって、どういうふうに私たちの世界が IT によって取り囲まれてるかとか、はい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 、概念的な話ですね、とかしたりとか。そうなんですね。であと実際にパソコンを触ってワードでレターを作ってみようとか、エクセルで簡単な足し算引き算とかやってみようとか、うん、そんなようなことをやってましたね。なるほど、ありがとうございます、うん、じゃあ授業内容としては基本的には PC とか IT って何なのかみたいな、うん、本当に基本的な知識を教えるっていうところと、実際 PC を使って何を具体的にできるのかみたいなのをやってたって感じですかね、はい、ありがとうございます、はい、ちなみにザンビアに2年間生活するじゃないですか、うん、はいはい、居住とかは全然問題なかったですか？はい、それがですね問題ありまくりというか、うんうん、あ、そうなんですね学校側が家を探して用意するみたいな契約内容だったんですね、はいはい、私の場合は、うんうんうん、で学校が見つけた家っていうのが学校の目の前にある結構大きな家だったんですね、うんうん、まあ、それはいいんですけども、ただ町自体が規模が小さかったんですよ、私が暮らしてた町が、うんうんうん、日本人なんか周りにもちろん誰もいませんし、うん、中国人もそんなにいないんですよ。だからすごい目立つんですよ、うんうんうん、私の存在が、はいはいはい、で家の戸締まりとかもしっかりとした基準があって、JICA が定めてる、うん、鉄格子のやつをドアの前にしないと
といけないみたいな、だから二重三重にしてるわけですよ、家の扉の鍵みたいなのをね。ただまあその状態なんですけども、住んで1ヶ月くらいでも空き巣に入られちゃって、そんだけ厳重にしてたのにもかかわらず破壊されてましたね、はい、時田さんがいる時じゃないですよね、はい、あもちろんいる時じゃないです、あですよね、はいはい、ちなみにそれで何か取られてました、いろいろ取られてましたね。リビングに予備であったノートパソコンとか、はい、デジカメとか、うんうん、iPod とか Wi-Fi のルーターとか、はい、そういう電子機器とかをもう根こそぎ持ってかれて、全部取られましたね、はい、であと冷蔵庫の中の食料根こそぎもう空っぽでしたね。あそうなんですね、はい、また家は引っ越しするんですか。それがすぐには引っ越しはできなくてですね、うんうん、警備員をじゃあ雇いなさいっていう風になって、はいはいはい、自分で警備員を契約しに行って、うん、警備員をつけるんですよ24時間、はい、一応ドアとか全部修理してまたがんじがらめにして、うん、警備員を雇うようにして、警備員が一応24時間張り付いてるんですよ、うん、でも彼ら普通にね夜寝てるんですよね家の前でただ普通にぐっすり寝てるんですよ、はいはい、まあ、もちろんただの庭なのでトイレなんかないですよと、うん、シャワーなんかもちろんないですよ、うん、でご飯だってもちろん出さないし、うん、そんなの用意するなんて契約内容にも何も入ってないし、はいはい、だけど彼らが何ですかそういうの求めてくるんですよね。あそうなんだ、トイレ貸してくれとか、はい、汗かいたからシャワー浴びてとか、はい、腹減ったからなんか食わせろとか、うん、何なのと思って言ったんですよ警備会社に。ちょっとこれはひどすぎるっつって、うんうん、チェンジだっつって、うんうん、そしたらもう翌日には変わりましたその警備員も。なるほど、そういったことがあったわけですね、はい、ちなみにザンビアに2年間行くじゃないですか、うん、自分の中での価値観の変化とかありました。すごい価値観は変わりましたね、やっぱりね。何が変わりました。ザンビアもクソ野郎っていう感じですね、うん、最後は負の感情が勝ちましたね、もうちなみに一番考えてたのは何ですか、うん、お金またお金の話になっちゃう。お金をね返さないというか、うん、貸したのも悪いんですけど、はい、借りてるにもかかわらず当たり前のようにまた借りてきたりとかお金を持ってるのに違うことに使ったりとか、うん、返すっていうことを考えてない。返すイコールもらうなんですよ彼らは。なんかちなみになんでお金を貸してたんですか。お金を貸した人は結構いるんですけど、うん、先生たちも借りに来るんですよ。あそうなんだ。副校長もそうだし副校長5万円ぐらいも貸しましたからね。身内の不幸があったからなんかでっつって、なんか朝早い時間にいきなり家訪ねてきて、うん、5、6万持ってかれて、でその後僕の同僚の教員からもなんだかんだ5、6万ぐらいですかね計何人5、6人ぐらいですかね。5、6人貸して、はい、貸した金額ってどれぐらい。10万円ぐらいはいってるじゃないですかね日本だったら10万円ってそんなに高くないかもしれないですけど、もう大金ですよ、もう現地のね、まあ、現地で言ったらめちゃくちゃ大金ですよね。大金ですね、もう返せないですよ、うん、物価が全然違いますもんね、はい、ちなみに、まあ、そういった負のこともあったと思うんですけど、うん、はいはい、時田さんにとってそう2年間は良かったですか、うん、もちろんそれは良かったですね。それ何が一番良かったですかね。経験しないとわからないことってやっぱりあるんでね、まあ、日本の当たり前が現地では当たり前じゃなかったりしますからね、うん、もう本当にそうなんですよ、うん、アフリカに対するイメージってやっぱり一方的なんですよね、うんうん、貧困とか貧しくて大変で、うんうんうん、もうすぐに助けが欲しいみたいな、うんうんうん、あじゃあもうなんとかしないとみたいな、そういう一方的なボランティア精神だけで行くんですけど、はいはいはい、実際やっぱそうではなくて、現地の人たちはその人たちの暮らしがあるし幸せなんですよ彼ら別に、うんうん、困ってないんですよそこまで。くれるならもらうみたいな、うんうんうん、そういうスタンス。自分たちは現状で満足してる人が多くて、うんうん、はい、実際困ってる人確かにいるかもしれないんですけども、日本でもね困ってる人いるし、うんうん、まあ、仕方ないのかなっていう、うん、そうですよね、まあ、確かに今日本の人たちが考えてて、まあ、考えてるだけでアフリカとかに行っちゃうと、うん、そこはやっぱ認識のズレありますよね。ありますね。まあただ向こうの中でも困ってることはあるかもしれないんですけど、うんうんうん、日本で考えられてるような不幸な感じではないよっていう話ですよね。うん、大丈夫ですよ、まあ、はい、ありがとうございます、はい、先ほどまでは JICA 海外協力隊に何されてたのかっていう部分をお話しお伺いしたんですけど、うん、まあ、その経験を受けて今何をしてるかっていうところを次の動画でお聞きしたいなって思ってます、はい、でこの動画が面白いなと思ったら、うん、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。